はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーですね。はい。ジムビームのライ。ライウイスキーですね。こちら。まあ一番安価で手に入るライウイスキーといえば、ジムビームのね、なんですが、もう酔っ払ってますけどね。確か値段が1600円ぐらいです。で、容量が 700ml。原材料がグレーンとモルト。アルコール度数 40%。原産国がアメリカ。となってます。で、特に説明書きとか一切書いてない。ですが、まあ、ライウイスキー俺飲んだことないんで、どういうもんなのか、わけわからないんで、適当にまあ、ね。まあ、飲んでみましょうか。どんなもんなのか。結局、ライ麦を、使った、なのかな。ライウイスキーっていうのがね。ね、よくわかんないですが、ライウイスキー。ウイスキーと、ググりましょう。ライウイスキー。ウィキペディア。ライ麦を主原料とするウイスキー。原料については2種類あるが、基本的にライ麦から作られている。アメリカではライウイスキーは法律でマッシュ。過去原料となる、麦芽液を 51% 以上がライ麦で作られているものと決まっていると。マッシュの残りは主にトウモロコシと麦芽である。ライウイスキーはアメリカの北東部、特にペンシルベニア州とメリーランド州の生産が一般的であったが、禁酒法の後、わずかな生産業者が残った。ウイスキーベースの代表的なカクテルであるマンハッタンの正式なレシピでは、ベースとなるウイスキーにライウイスキーを使うとなってます。カナディアンウイスキーとライウイスキーの違い。カナディアンウイスキーはカナダとアメリカでは大抵ライウイスキーと呼ばれ。そうなの？歴史、カナディアンウイスキーがライウイスキーなの？歴史的内容量の多くがライ麦でできている。ほう。しかしながら現在ではほとんどのカナディアンウイスキーは、わずかにライ麦原料のものがブレンドされているに過ぎない。有名な銘柄はカナディアンクラブとクラウンロイヤル。これは聞いたことありますね、両方ね。まあ両方カナディアンクラブは飲んだことありますし、クラウンロイヤルは、まあ、一般的にカナディアンウイスキーって言ったらこの2種類しか多分ないと思いますね。一般的にというか知る。俺が知る限り。カナダでは、高比率のライウイスキーのいくつかのブレンドも売られているが、一般的なライウイスキーの用語との混乱も招いている。100% ライ麦、ライウイスキーはカナダではアルバータプレミアムだけである。ほう。まあいいや、どうでもいいですけど飲みます。乾杯。もう香りはほとんど変わらないですね。ウイスキーというよりは。香りはアメリカンウイスキーとほぼ変わんないです。うん。ほぼっていうかまあ、俺にはわからない。違いがわからない。うん。いや。アメリカンウイスキーですね。うん。アメリカンウイスキーです。これは。うん。
別にそこまで特別な違いはないです。味の。もう、全然違うっていう。うわ、何これ？これがライフスキーか。すげえみたいな、それないです。うん。いや、普通にかな、いや、違う。普通にアメリカンウイスキー。ん？何が違うんだ？これ、アメリカンウイスキーと。味、ジムビームと比べてみると、非常に難しいな、これな。何が違うんだ？アメリカンウイスキーよか、甘くないような気がするんだけど、いやでも実際甘いんだよな。感覚で言うと、あれですね、最近買った、ケンタッキー、なんだっけ、ケンタッキージェントルマンみたいな感じ。なんだけど、結構甘くないですね。結構甘くない、まあ。甘くないっていうよりは、コクがない。結構、全体的にすげえさっぱりしてる。つか、結局この、飲んでも、喉の奥の方には、残ってこないんですよ。キレがあるのかな？キレだね。キレが非常に強いかな。うん。喉の、奥には全然味が残んない。だけど、なんかすげえ、アルコールのブワーっと熱くなる、ね、熱を持った何かを、こう、アルコール臭みたいなのは結構、喉が痛くなるぐらいありますね。結構強烈です。まあ、こちらジムビームですが、ワイルドターキーにもありますね。うん、ワイルドターキーのライね。これは見たことあるな。あと俺はよくわからない。見たことない。うん。ライウイスキーか。ライウイスキー味でググってみました。うん。うん。ライ麦を 51%。バーボンが、一般的に、バーボンが原料 51% から 80% にしているのに対して、ライ麦を 51% 以上使用しているものを言うと。独特の香りと、バーボンよりも深いコク、スパイシーな香りが特徴で、アメリカの初期のウイスキーはこれだったと言われています。ちょっと待て。え？深いコク？もうコクが何なのか分からなくなってきたな。やばい、ちょっとこれは飲み比べするべきだ。さすがに。さすがにこれはマジ酒好きな俺としては、ちょっとあれだな。マジで、飲んどかねえと。絶対わからん。あれ？ジムビームちゃんはどこへ行ったんでしょうか？と思ったけど、ジムビームは、あった。ジムビームちゃんありましたね。
スムビーンじゃん。ちょっと、飲み比べてみましょうか。でも大体がして、色が濃い気がするな。色がなんとなく濃い気がするんだけど、気のせいなんだろうか。いや、濃いな。色が大体濃いわ。どう見ても。色が2倍ぐらい濃いわ。ね。色が。多分濃い気がする。若干濃いね。間違いなく。うん。うん。うん、確かに。ジムビームを飲んでみると実際ライの方が明らかにコクがあるな。てかジムビームでこんな薄っぺらい味だったっけ？ああ。うん。うん。あ、これはあれだわ。正直飲み比べないと本当にわからないかもしれない。これは、難しい。ちょっとこっちの方がね、ジムビームの方がね、もう香りがね、なんかね、関係ないけど、すっげえなんか、マジックみたいな香りがする。ペンの、書くマジックの、なんか、マジックのようななんか香りがするね。なんか、スーンとする何か、よくわからないなんか、ようわからん匂いがするわ。うん。すごいなんかマジックの香りに非常に似てる。でもこっちは結構ね、華やかですね。うん。まあでもジムビーム自体あんま好きじゃないんだよな。確実にフォアローゼズの方がうまいと思うんだよ、香り的にも。うん。うん。先ほどのブログのね、紹介ですが、バーボンが好きな人には、ぜひ飲んでいただきたい一品ですねと。僕的にはバーボンよりも男っぽい印象がありまして、過去実際味も辛口でガツンとくる。ハードボイルドを決めたい夜にはもってこいなんじゃないかなと思います。なんだハードボイルドを決めたい夜にはって。しかも夜ってお前。完全にあれじゃないか。セックスじゃないか。ふざけるなよ。ちなみにバーボンも原料の比率の微妙な違いによって各銘柄で味わいが違うんですよ。トウモロコシが比較的多く使われている IW ハッパー。のスムーズな味わい。ライ麦の代わりに冬小麦を使ってメロウな味わいを醸し出しているのはメーカーズマーク。おー、メーカーズマークまだ飲んでんの。メーカーズマークまだ飲んだことないですね。飲んでみたいですね。ライ麦を多く使ってるのはご存知ワイルドターキー。おー。どうです？大体のイメージがわかるでしょう。あ、じゃあ俺トウモロコシ使ってる方、IW ハーパーの方がいいわ。俺ハーパー系列が一番好きだな。バーボンだとな。メーカーズマーク飲んだことないけど、ワイルドターキーは大してよろしくない気がするけど。まあ、少なくともジムビームが一番俺よろしくないと思うけどな。
はい、ハーパーが一番うまい。ターキーが2番目。3番目、ジムビーム。ゴミ。って感じかね。まあ、結局のところ、まあ、ガチのライウイスキーは、ライ麦を多く使っているワイルドターキーのライが一番、まあ、本家のライウイスキーということになりますかね。でもあれだな。確かにこうやって飲み比べてみるとすげえ違うな。すっげえこのジムビームの白はすっげえ薄っぺらい。香りも弱いし、なんか口当たりもなんかすっげえおとなしい。だけど香りがむちゃくちゃなんかすっげえなんかインクみたいな香り。なんかアルコールじゃないけどなんかおかしい。あの、本当になんかペン類、マジックの匂いのような、何かツーンとする何か、あんまり嗅ぎたくないですね。長く嗅いでるとなんか薬中になりそうな気がする。でもね、すっげえライウイスキーのジムビームの方が、ジムビームライの方が非常に、ああ、全然そんなことない。もうこっちはね、明らかにツーンとくるんだよ。鼻に。ズキーッとくるんです。ズキーッとね。でもね、こっちはね、ズキーッと来ないんだけど、結構ね、鼻に来るんですよ。ズキーとは来ないんだけどね。こっちはそもそも鼻にズキーンと来る。だけどこっちはね、非常に残る。飲むと香りが鼻の方に上がってくるんですよ。上にね。気化してくるんで。気化してこう、鼻に上がって、すーん、みたいな。あのね、2倍ぐらい違います、これ。ジムビームのライはね、こっちの方はね、どう考えても、香りが強い。持続する強さ。飲んで、もうブーンってくる。もうしばらーく残ってるんさ。スーンとくるの。これ飲み比べた方が一番わかりやすいと思うけど。飲み比べたことない人に、そうですね。わかりやすく伝えるとね。まあわかんないけど、とりあえず、長い、強い、の2種類ですね。結構重厚な香り。と、長く続く。この2種類。で、こっちはね、弱い。変な香り。っていう。これの2種類。まあ、簡単に言うと、ジャパニーズウイスキーで言うと、例えると、
ライ、このジムビームライは、あれですね。フロムザバレル。のほどの鼻に来る、ツーンと来る香りと、香りと、持続性を持ってる。コクは大して変わんないと思うね。舌に残る感じは関係ないと思うけど、舌の、結局口を、口で含むじゃん。含んで、そっから上だね。舌っていうか喉のあたり今来ないんですけど、上の方に結構来るんですよね。それが全体的にこっちは弱い。強い。うん。で、こっちはマジック臭い。なんかおかしい。だいたいジムビームの方だ、これ。なんか何かおかしい。飲んでみてわかるけど、これナンバーワン、バーボン、これ。これバーボンでナンバーワン。は?みたいな。本当に?っていう。さすがアメリカだなっていう。ちょっと味がちょっと頭おかしいなと、うん。味覚がちょっとやっぱ、アメリカ人はちょっとおかしいなと。うん、絶対そう思う。だいたい脇がばっかじゃん。アメリカ人でさ。だいたいさ。わかる?この感じ。だいたいさ、街中でさ、アメリカ人と会うとさ、たま、ごく稀にね、会うと、ほぼ 100%、なんか変な香りしません?ね。それです。脇がです。うん。それ何なんだろうね。いや別にアメリカ人を責めてるわけじゃないですけど、少なくとも、なんかおかしいよな。やっぱアメリカ人って結局、脇毛が多い種族なんですかね。一般的にね。いまいち、まあ俺の会社でもなんか脇が臭い、なんかようわからん匂いを発してる。あれは、香水なのかわかんないんですけど。何なんですかね。なんか変な香りする人間が一人いるんですよね。身長190センチぐらいのアメリカ人並みのね、あの人がいるんですけど。はい。関係ないですが、実はもう一本ありまして。うん。ジムビームの、まだ未開栓の状態のがもう一本ありましたね。ね、色色のちょっと違いをね、見てみようかなと思いますが、まあ、ほぼ変わんないけど、あ、でもやっぱ 1.5 倍ぐらい違いますね。色ね。光にかざしてみると、やっぱりジムビームのライの方が濃いですね。うん。間違いなく。これは間違いないです。うん。実際、光にかざしてみると、うん、結構違いますね。あー、1点。あ、でも 1.3 倍ぐらい違うかな。ちょっと 1.5 倍言い過ぎだな。1.3 倍ぐらい違うわ。ライウイスキーの方が。あ、まあ少なくとも間違いなくこっちの方が色は濃いです。うん。まあ色が濃いからってどうというわけでもないんですけど。まあ、あくまで参考程度。色は濃いみたいですね。はい。ということで。いや、でもまあライウイスキーは、少なくともジムビームの、汚名を返上した感じですね。
どう考えても、ジムビーム、イコールまずい、みたいな、あれは、汚名はだいぶ返上されたと思います。結構美味しいですね。結構っていうか、普通に美味しい。ただ値段が値段1600円しますからね。1600円するから、まあ、どうですかっていうと、まあでもコクは結構、いやあるかどうか不明としても、まあ少なくとも香りはかなりあると思いますね。香りはね、そもそもまあバーボンでコクがあるっていうバーボンがなかなかね、いろいろバーボン飲んできましたけど、今のところ一番コクがあるのは、コクがあるバーボンっていうと、でもこれは結構コクがあるような気はしてきた。なんとなく。まあ、コクは結構あるかな。甘みもあるし。香りもあるし。ただ、値段的に見るとな。まあ、値段1600円しますからね。まあ、別におすすめはしなくはないですけど。まあ、これ買うんだったら、正直そんなに評価は高くないですね。別に、まあ、そこまで突飛した、うおーっていう。え、これがライ、ウイスキーみたいな。そういうのは一切ないっす。ね。4443ですね。まあ仕方ない、これは。はい。ということでご視聴ありがとうございました。